高橋大輔さんです。改めて素敵な演技をありがとうございます。すいません、ちょっと息切れをしてました。息切れちゃいますよね。今ご披露いただきましたのはバンクーバーオリンピックの時に銅メダルを取った時のショートプログラム、はい、名プログラムですよね。ちょっと短いバージョンなんですけれども、はい、最初からジャンプと、そして高橋さんの代名詞であるステップもご披露いただきました、はいはい。こちらのダイナースクラブアイスリンクは高橋さんご自身は初めてとお伺いしたんですが。そうなんです、僕今回初めて来させていただいてすごく綺麗なリンクだなと思って、いつもね試合なんかでは明るい中でやってますし、練習なんかもすごく明るい中でやってるので、こうやってまあ、この夜景っていうんですかね、見ながらスケートを楽しむっていうのにすごくいい場所なんじゃないかなと思いましたね。そして年明け早々ですが、今年初めてですか、お客様の前で演技をご披露いただくのは。初めてです。ちょっと緊張したんですけど今日大勢のね、はい、ファンの皆様もそうですし、ね、マスコミの方も、ね、すごい外から見るより公園の中で見た方がなんかすごい圧迫感って言ったらあれですけど、すごい圧力を感じて、思ったより自分がこう近づいていくとちょっと恥ずかしくなってしまったんですけど、はい、これもなかなか初めてのね、初めての経験ですね、知れませんが、今日もファンの方お見えでいらっしゃいますが、せっかくですので新年早々のご挨拶といいますか、メッセージを最後にお願いしてもよろしいですか。そうですね、皆さん明けましておめでとうございます、そうですね、まあ今日ね昼雨やったんで、はい、ね、夜晴れるかなと思ってたんですけど、うん、こうやって晴れて、はい、なんか幸先いいスタートが切れたなと思いますし、こんな華やかな場所で初滑りできたので本当に良かったなと思います。まあ、これから2015年は、まあ、地道にゆっくりといろいろ考えながらやっていきたいと思いますので、またよろしくお願いします